西大路市場の交差点を北へ上がっていきます。で、二筋目を左、お店に撮影許可もらうために電話したら12時から1時ぐらいは混み合うからその時間外してくれって言われて、だから大衆食堂というか、まあ渋い食堂、食堂って言ったらいいんかな、分からんけど行ったことないから、やけども超人気みたい、しっぽりと営業してる感じかなと思ってたから。小田さんです、ありがとうございます。高校生、高校生です。学校帰り、はい、お疲れ。なんか部活してんの？サッカー部してます。あ、サッカー部、はい、サンガ見てますよ。俺サンガ好きやで。好きです。あ、ほんまに、はい、今日ちょうどユニフォーム届いてん、サンガの。ちょっと注文してて。お母さんも結構、お母さん見てて。マジで、はい、よう気づいてくれたの。今からどっか行ってんですか？今からそこの、もうすぐ見えてんねんけど、はい、一の屋っていう食堂かなんか。知らん、知らんそう、知らんわな、高校生。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。応援して。はい、気づけて。はい、ありがとうございます。ほなね。ジュースでも買ってあげたいわ。お店はここや、二筋目を左。お店見えてきた。この角のとこです。たたずまい渋、映画のセットみたいか。食品サンプルかわいいな、家みたいになってて。中華丼、おむそば、スタミナ丼、唐揚げ定食、肉カレー丼、肉野菜炒め、チキンカツ、とんかつ、エビフライ、豚生姜、カツ丼、カレーピラフ、オムライス。オムライスあるよ。ここね、気になってたけど中の様子もわからんから入りづらかったよな。行ってきます。はい、メニュー見ていきます。ここね、創業が1956年でうどん屋さんとしてスタートしたお店やから麺類が多いですね。うどん380円、肉うどん600円、冷たい麺類で、丼物、定食、炒め物で、種類がめっちゃ多かって悩ましかったんで、お店の方におすすめ聞きます。はい、あ、すいません、人気なメニューとか用出るメニューってあります？メニューね、今唐揚げ定食ですかね。あ、唐揚げ定食、うん、あとは一応平均して出てますけど、うん、だから唐揚げ定食ください。唐揚げ定食、はい、唐揚げ定食です。来た来た来た、はい、ありがとうございます。来ました、唐揚げ定食。デカめの唐揚げが5つありました。僕ね、この撮影日の前日の夜に餃子の王将行ってるんです。で、そこで焼き飯、餃子、唐揚げ食べてるんです。で、もう正直ちょっと気持ち悪くなるぐらいお腹いっぱいになって、もう唐揚げしばらくええわっていうコンディションやったんですけど、やねんけど、この唐揚げを食べてね、ちょっと衝撃を受けて、めちゃめちゃ美味しかった。マジで人生で一番美味しかったって言ってもいいぐらい美味しかったです。あの、衣がカリッてしてて中の肉もジューシーで、味もうまい。
くりした。でも唐揚げ欲は全然ないんやけど、まあおすすめしてくれはったから頼みました。だからコンディションで言ったら、唐揚げに対してのコンディションで言ったら悪いはずやねんけど、はずっていうかもう確実に悪いんですけど、にしても人生で一番うまいんちゃうかっていうぐらいの衝撃やったんで、もう相当やと思う。お母さん、はい、だろ、これ。これね、なんかマジックパウダーみたいな添えられてました、唐揚げ専用の。今ねお客さんの声にあった通り、ここはあのタバコ吸えます、はい、だから20歳以下の方は入店お断りするって言ってはりました。地元の方に、地元の喫煙者の方に愛されてるお店なんやと思います。この時もね、僕以外3名ぐらいお客さんいはるんですけど、全員タバコ吸ってはりました。で、卓上に調味料がいっぱいあるにもかかわらず、別添えでマジックパウダー、唐揚げ専用のパウダーが添えられてるというこだわりを。でね、あまりに美味しかったんで、お店の方に聞いたら、この唐揚げ、まあ、仕込みやなんやで3日かかるって言ってはりました。提供まで3日かけるこだわった唐揚げ。70オーバーのご夫婦が営まれていました。2代目って言ってましたね。先代のお母様が約20年やってはって、自分の代で今50年、合計70年ぐらいって言ってました。はい、ありがとう。お米のコンディションはちょい柔らかめでしたね。まあ、僕はもともと喫煙者なんで、まあ、タバコのこの香りがむしろ心地いいんですけど、まあ、タバコ OK な方、全然いけるよ問題ないよって方、むしろ吸いたい方で唐揚げ食べたい方、ぜひ行ってほしい。創業が1956年、島田紳助さん、岡田武さん、サッカー日本代表元監督長渕剛さん、サザンの桑田佳祐さん、この辺りの方々が同い年でした。1956年、まあだからなんやねんって話なんですけど、ぜひこの唐揚げ食べに行ってみてください。おおきに。ありがとうございます。